ローゼンベルクは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、オストアルプ郡に属す、町村である。ローゼンベルクは、南東のエールバンゲンと北西のシュベービッシュハルトの間、共にシュベービッシュフレンキッシュシ森林山地に属する、エルバンガー山地からフィルングルントへの移行部に位置する。オルロートコローゼンベルク町内で最も高い山は、ホーエンベルクで、ここをフレンキッシュシュベービッシャー・ヤーコプスベークが、 通っている。最低地点は、町内東端近く、オルロートの谷のオルロートコカ流の海抜430メートルよりやや低い地点である。アーデルマンスフェルデンレーメン北東のブリンで、ロート川中流の谷の南西の町境に接する川どこは、これと同じくらいに深く切れ込んでいる。町域の南北の最大幅は、 約9 5トル、東西のそれは7 5トルから8トルである。ローゼンベルクの町域の60%以上が森に覆われている。集落は大きなものが3つ、小さなものが3つの開墾地に分散している。最大の開墾地が町域の中心からやや北側に位置するローゼンベルガー入植地でローゼンベルクを中心とする集落群である。 北の大きな開墾地には、フンベルスバイラー。南の大きな開墾地には、ホーエンベルクを中心とする、集落群がある。この町は、東は、ヤクストツェル。南東は、エルバンゲン。南は、ノイラー及びアーベルマンスフェルデン。西は、ビューラーツェル及びビューラータン。北は、フランケンハルトと境を接している。自治体としてのローゼンベルクは、32の村落、小集落。 カオク群からなる。州統計局の2015年現在のデータによる。ローゼンベルクは1344年にガラス工房と関連して初めて文献に記録されている。この工房は30年戦争末期から1876年まで存続していた。いくつかの集落はこれよりも古い。例えば、候補店は早くも1024年に初めて記録されている。 この地域は何世紀もの間エルバンゲン修道三自会処公領に属していた。帝国代表社会議主要決議に基づく世俗化で、この地域はビュルテンベルク王国領となり、オーバーアムトエルバンゲンに編入された。このオーバーアムトは1938年にアーレン軍と改組された。1973年の軍の再編以降、 ローゼンベルクは新しく成立したオストアルプ軍に属している。フンメルスバイラーだけは1336年以降、フェルベルクに属し、16世紀からは帝国都市シュベービッシュハルに属していたが、19世紀初めの売信化によってやはり、ビュルテンベルク王国領となった。エルバンゲン修道三次会諸公領に属していたことから、宗教改革はローゼンベルクに影響を及ぼさず、 この村は教皇に忠実なまま残された。フンメルスバイラーではシュベービッシュハルに属していたためルター派の信仰が浸透した。このため現在ローゼンベルクにはローマイコールカトリック教会が2つとフンメルスバイラーに福音主義教会が1つある。この町はエルバンゲン行政共同体に加盟している。この町の町議会は 議長を務める町長と10人の議員で構成されている。トビアス・シュナイダーは2018年4月に得票率61.8%で町長に選出された。ホーエンベルクの聖ヤーコブス教会、ホーエンベルクには19世紀にネオロマネスク様式で建設されたヤーコブス教会がある。この教会は芸術家ジーガー・ケーダーの数多くの装飾で飾られている。昔、 同じ場所には11世紀のロマネスク様式のバシリカ教会があった。教会の西約100メートルの森の入り口にあたる巡礼の山の斜面にルルドの洞窟がある。ギャラリー、美術館、アルテスラアトハウスはローゼンベルクの芸術家カール・シュティルナーやジーガー・ケーダーの作品を常設展示している。ローゼンベルクは修道 L1065 線によって 全国の道路網と結ばれている。ローゼンベルクには、作業実家学校を伴う、基礎家庭、本家庭学校、カールシュティルナーシューレがある。これより、上級の学校は、周辺へ進学する。幼児には、ローマイコールカトリックの幼稚園が2園ある。ありがとうございます。